おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りにサキたちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね。サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ。きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ。狛犬？いや、犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ。写真を撮ることも必要かもしれない。どういうこと？撮影しながら周りを見ていれば何かに気づくかもだし、見落としたものがあったら見返すことができるだろ。なるほど、そういうことなら、まあ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。ああ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。
変わったご神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか、女の子もいるんだぞ。もうミノルくんってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。Thank you.
だこれ。結構大きいな。すごい。これは遺跡？随分と古いもののようだ。なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが、ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。カイトは祠に行っちゃったし、僕らは手分けして探そう。そうすればすぐに見つかる。待った、タクマ、バラバラになるのはまずい。俺たちも迷っちまうよ。あ、そうか。じゃあみんな固まって、僕らも行こう。いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。地面に絵が。これはすごいな。ああ、すげえな。なんつうか圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。Thank you.
すごく気になる。たくまくん、よしましょ。なんだか怖いわ。ま、先にあいつらを見つけてからにしようぜ。それも、そうか。君たちは…ああ、どうも。はじめまして。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？あ、その、僕たちは…そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだ。調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで、君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。Thank you.